しょ。さてと、パンが焼けた。パンが焼けました。あ、いい感じ。見て。塩バターパン。これを麺だ。コープで売ってるやつ。コープで、どこのコープでも売ってるかどうか知らんけど。コーヒーも飲もうかな。どうせやったら。夜間があるな。やか、あれ俺やか、あっち置いたままや。コーヒー飲もうか。時間はまだ仕事まで20分あるしな。よいしょ。お湯を沸かしながら入れた。よいしょ。あ、どうもおはようございます。あ、松本協会でございます。というわけでパンが焼きまして、今ちょっとこれ若干うるさいかもしれませんけど、塩バターフランスです。いただきます。熱っ、熱い。うん、うまい。うるさいな。今日の昼はね、ラーメンと握り食べようと思ってるんで、朝パンでかぶらない。ないとるわ。本日は黄昏コーヒーのこれが一番好き、マンデリンプレミアムブレンド。これが一番俺は美味しいと思うんだよな。って好きですね。うん、セットによっては入ってないのもあるのかな。これなコーヒー入れます。最近職場にもちょっと持って行ってるんでね、1日2杯ぐらい飲んでますね。あとこれ私大好き、デザートチーズ、チーズデザート QBB、今回はねバナナの王様完熟王、バナナ分虫完熟オーバナナを 65% 以上使用。え、65%? 65% バナナってことかな。どういうことなんやろ。さあ、雨もね、止みまして関西。昨日は雨でお仕事も暇だったんで、今日、明日は頑張ろうかなと。頑張ろうが忙しかったらいいかなと思ってます。うん、うまっ。パンも忙しい。今日明日は。まあ本当引っ越ししまして、職場も変わり、ワイン順調ですね。うん。ただ前の働いてた子に比べて。いや、あのローン分プラスアルファ出てるかというと出てないんで、結局は前みたいな生活をしておると貯蓄ができなくなるというね、うん、そういうことが起こるんだ。そうならないように頑張って稼ぎましょう、うん。パンうまいな。塩とバターってバターにも塩入ってっしょ。でも、うん、おい塩みたいなもんかな。バターにおい塩してるだけかな。ちょっと入れすぎたかな。無理かになっちゃうかな。ちょっとこのマグカップでコーヒー飲む時点で薄まるよな。
この袋に入れてます。はい、コーヒーね、朝コーヒー最高です。最近はもうずっとブラックですね。カフェとか行ったら砂糖だけ入れたりするんですけど、家ではもうブラック一択。うん、朝迷ったんですよ今日。腹減ってたけど、もうとりあえず仕事行くまでに9年パテもと2キロ副音声通るかなと思ってんけど、空腹には勝てんかったわ。もうでも新学期、学生の方だとね、春休みはもう今日と明日で終わりでしょう。大体のかな、今日明日、明日も月曜日まで、うん、それぐらいじゃないかな。今年は曜日の並びの関係でちょっと春休み長めなんじゃない、入学式を遅めするか。うん、いつも8日とかでしょ、8日って今日やん。うん、土日やからね。うちの前の学校が多いんで、新入生っぽい子がね、増えてきてます。田舎なんで、うちなんか、うちの町なんかよりね、都会から来てる子も多いし、だから親御さんがね、一緒に来てる人もいますわ。うん、あの何に今から引っ越しを手伝いに来るってこともないやろうから出ていく子ではないやろうしね。ね、サンボ。うん、そうか。あ、そうそう、バーバーイーツのおばあちゃんが今度来る言ってたわ来週あたり来れんの、あいつは。うん、一回連れて行ってもらって見に行くわ言うて、うん、そうか、来て言うて、頑張ったから言うて、うん、そうか言うてたおじいちゃんに関してはもう多分会うことはないんかな。やっぱ距離離れてね、10分ぐらいの距離の離れてもない、10分でも距離が離れてしまうとやっぱ、だからね、年寄りからすると歩く範囲がね、プラス10分、それもちろん坂があるんで、うん、もうね、会えなくなっちゃうね。本当にもう80代回ってくる年寄りとかになると、引っ越ししてしまうともうほんまに根性の別れ的なノリになるよな、うん、まあでも同級生とか中学校高校とかね、で仲良かった子でもそっから一生仲良かったっていうか、まあ、そんなに仲良くないからとかかもしれないけど、まあ知ってる子らでも、もうそっから一生会わへんって子ももちろんいるからね。ね、年関係なかろうが、まあところ変わればもう一生会わないという根性の別れっていうのは多いかもしれないね。皆さんもいいでしょ、昔仲良かって、まあ、成人式ぐらいで会うてから一回も会うてないというか、会うてるかもしれないけど分かってないというか、もうその言ったらまだ言ったらね、意識的根性の別れ、うん、ね、どこかですれ違ってるって会うてるとかそんなんなしとしてね、分からんけど、相手が気づいてるとか、相手があそこいたよなって分かってたって、自分が分かってなかったら終わりでしょ、うん、甘っ。バナナやもん、バナナじゃ、バナナジュースよこれ、うん、丸ごとバナナだ、うん、朝飯かんな、バナナ、もうバナナでええやん、これこれ食べやん、バナナを、うん、美味しいな、これ。あ
昔も思い返せば、いや実はですね、先日というか私はちょっと行けなかったんですけど、いろいろとあって20代の前半の頃によく遊んでた、っていうか、まあまあグループの中の一人の子がね、心筋梗塞でこの間亡くなっちゃって、で、友達から連絡来て、いろいろとあったんですけど、まあ、もうそれこそ20代前半は、そのグループで遊ぶときは飲んでやったけど、まあ、これ一個人で会うようなタイプで、友達じゃなかったんやけど、まあ飲みに行ったら、一緒に飲みに行ったら、みんなに飲みに行ったらいるっていうような、こうやったり、で連絡来て、で前友達の共通の友達での結婚式とかで偶然じゃない、その時で会うぐらいで、最後に会ったんがもうそれでももう5、6年前、まあ、5、6年前って最近だから、まあ二次会的な感じのところでちょろっと会っただけで、まあ会ったら久しぶりって何してんのってぐらいで喋っちゃうけど、でその前も10年ぐらい空いて、その友達の結婚式から共通の、まあ、この年になってると結婚式もなくなってくるしね、みんな真一なもこの年になって下手すると、もしかしたらその友達の結婚式とか会うこともなかったのかもしれんけど、その亡くなっちゃったからさ、ほんまにもうあの時が根性の別れやったんやなっていう感じするよね。まあね、これね、言ったらすごい誤解を招くとか、おいお前とか言って、大人としてどうやねんと、人間としてどうやねんと思われるかもしれんけど、死んでからあってももうしゃあないかなと俺もしまうのもあるんですよ。もう最後の別れって言ったってさ、お別れくんその本人もお別れしちゃってるからさ、この生きてるもんの、お別れでしょう、それ。だって、その人はもうお別れしちゃってるから、ね、まあ、言ったら仏さんがあって、魂があったりするんやったら、もしかしたら、それをお葬式の時に、その亡くなった方の魂的なものを見てるのかもしれんけど、俺はあんまりそういうのは信じないんで、逆にその残ったもんが、お別れするためだけに会うっていうのって、あまり俺は、儀式とかそういう何というのかな、社会的な、社会的一般的な何ていうのかな、体裁っていうわけで、体裁っていうことはあんまりな、まあそういう何ていうのかな、何ていうの、そういう行事っていうこともおかしいな、まあそういう、まあそういうもんや。行くやん、同級生とか亡くなったりとか友達が亡くなったり、俺と私もそれ行ったり、もちろんそういう何人かそういうことがあったりとか、友達の親御さんが亡くなってとかで知ってるからお通夜ぐらい行ったりとか、そんなぐらいはあるんやけどでもなんかね、俺の中では死んだし終わりっていうわけじゃないけど、死んじゃったしなみたいなっていう気持ちがちょっとあるの、悪い意味でね、変な気持ち、これ俺の多分悪いとこなんかもしれん。なんか俺から見ると残った人間のエゴのような、本人が喜んでるかどうかなんて分からへんと思うしさ。ただやっぱりそのいろいろお世話になった人にご報告ということももちろんお葬式はあって、そういうのはあると思うんやけど、なんか、いやこれは俺が多分な頭がおかしいなと思いますでもなんかそういうこと思ってしまうんだよ、なんか、死んじゃってから会いに行くとかってもう遅いやんってなんねやろな俺のこのイカれた感覚、本当に。まあ墓参りぐらいはね、友達らと行ったらいいかななんてね思ったりもしてます。そこで行けなかったね、その人がね、まあ最後の顔見たいっていう気持ちももちろん分からないでもない、でもなんかね、亡くなってるし、見たいか見たくないかっていうと、俺はどっちかというと死に顔なんか見たくないと思うタイプ、どうせそれはまだ脳裏に残るし、
っていうタイプでございます。はい、というわけで15分間パン1個でいつまで喋っとんねんって仕事行けよって話ですけども、まあ、あの今回の動画のこの俺の考え方は多分俺の頭がおかしいっていうのは重々分かっておりますので、大人だったらそういうところにちゃんと行って顔出してよって思いますけど、思われます。まあ、ちょっと無理やったんです。今回に関しては本当に無理やったんです。ちょっとタイミング的に難しかったんで、まあ、いろいろとね、重なってたんで、はい。というわけで、バテモス協会、朝から本当に社会人として、大人としてどうなんかなっていうようなお話でございました。というわけで、皆様、本日も休日お楽しみくださいませ。私は今から仕事行っていきます。というわけで、ごちそうさまでした。こんな大人にならないようにね。